はい、こんにちは。あ、斉藤です。今日はですね、外にいます。あったかーい。もう冬終わったね。終わった、はい、全然寒くない、うん。まあ、もうすぐね、埼玉に住むのも最後なんで、近くの川まで来てます。荒川ですね。ここまでね、水引いてて、ね、台風の時はもう全然ここ埋まってたんですけど、もうだいぶ良くなったみたいね。ね、綺麗になってるね、うん。はい、ということでね、はい、インスタの方で質問をね集めていて、まあ、特に多かった質問についてちょっと今日はね、はい、お話ししてみようと思います。思います、思います。まあ、一番多かったのが僕とハルピンさんの、馴れ初め、出会いとかそういうのが多かったんで、はどんな感じなんですかみたいな質問がやっぱ一番多かったです。言えないよいや、それを言うために今撮ってんだよね、うん。あれ、歌い出した。これ聞こえる？これ。え、でもすごくない？はい。なんかオペラ。荒川の向こう岸からすごい歌声が聞こえるんですけど、まあそんな感じなんですけど、はい、まあまあ出会いがそもそも何かっていうところからだと思うんですが、うん、何ですか？出会いは。出会いは寒い日でした。なんてちなみに寒い日じゃないわまあ一番最初に知り合ったのは職場が一緒だったので、職場ですね、はい、はい、同じ職場で知り合いました。ハルビンさんはもともと働いてて、うん、僕が後から入ってきてのが一番最初の出会いですね。そう、お茶買ってこい、はい、そうそう僕が奴隷ですね。で、その会社っていうのがアパレルの通販会社はい、だったんですね、うん。レディースファッション、はい、いわゆるプチプラファッションという、値段がね、もう5000円以下の洋服を扱うレディースファッションの、通販、まあ、はい、ネット通販ですね、のお店、会社に勤めてました、はい。ハルビンさんはバイヤーとか MD、 売上管理とか戦略とかそういう感じ。マーチャンダイザー、はいはい、適正な時に適正なものを仕入れ、適正な価格で、うん、しっかりと売り込む、売る、販売戦略ですね、うん、販売の管理とか戦略、うん、はい、まあ、そういったものですね、うん。僕がその後、ハルビンさんが先2年前ぐらいにハルビンさん入ってて、その2年後に僕が入ってきてるんですけども、それがですね、デザイナーとして、ウェブデザイナーとして入りました、うん、はい、はい。まあ、要はデザイン、画像のデザインとか写真とかもそうなんですけど、うん、販売するにあたってのページのデザインとかですね、うん、そういうのを担当する人としてその会社に入ったんですけど、まあ、最初はそこですね、10人しかいないんですけど、まあ、部署は違うっていうかね、はい、はい、っていう感じでございます。そこが最初の出会いで、そこからですね、会社辞める直前までは何でもなかったんですよね。何でもない、うん、2人ともね、役職がついて会議で話し合いをすることも多かったし、2人で何かを決めたりまとめたりすることも多くて、よく話してたよね。そうですね、全く部署違うからといって関わってないわけではない。そうだね、うん。まあ、そこから、まあ、最終的に会社を辞めることになるんですけど、はい、会社を辞める、まあ、ちょっと前に1年ぐらい前かな、僕もハルピンさんも役職者として勤めることになったんですね。まあ、別々の部署の役職者としてまとめる立場として、まあその2つの部署しかないので、いろいろ話をするようになったり、飲み行ったりとかするようになって、ゆくゆくは付き合うという感じですね。その後は、まあ、会社をね、辞めるわけなんですけど、これはもうほぼ同時に辞めてますね。僕もハルビンさんも独立したいっていうのがそもそもあったんで、まあ、そういうのも多分意気投合してっていうのが大きかったんじゃないかな、多分。うん、確かに、うん、考えがね、そう、やりたいことが似てたりとか、まあ、性格は全然違うんですけど、うん、まあ、最終的なゴールが近かったり、付き合ってない時からそういう話はしてて、うん、考え方ってざっくり分けたらさ、安定してしててほしい人とさ、うんうん、いや、もっと新しいことにチャレンジしたいって思ってる人とさ、うん、ざっくりいたら結構真っ二つに女の子も分かれるし、うん、男の人も分かれるじゃん、年齢的に、はい、どんどん突き進んで新しい世界に行きたいっていうところで、あ、分かるよっていう感じの会話になったのは結構自分にとって大きかったかもしれないね、うん、違うでしょみたいな感じになっちゃうと、うん、いや、それ嫌いとかじゃなくって、なんかそこで波長があったなっていうのは覚えてます、うんうん。まあ、最終的にはそれで、うん、
あるきっかけがあって、うん、まあ、2人とも会社を辞めますという感じになるんですけど、うん、はい、まあまあ会社からしたらね大迷惑ですよね。ね、結構前には言ったけどね、うん、まあでもね役職をいただいてるわけで、うん、まあ、それでもね辞めるっていうのは、うん、まあ、自分たちがもしその時の経営者だったら、うん、はってなるからね。いや応援したいけど困るからやっぱりちゃんと準備をして出て行って欲しいなってなるかな、うんうん、まあ、それで結構強行的に辞めるんですよ、うん、まあ、でもタイミングもそこしかないかなっていう感じもあったし特に後悔はないんですけど辞めることを機に一緒に住むっていうところから始まりましたね。はい、はい、でまあ一緒に住んで独立するための準備を始めるわけですね、はい、うん、まだ結婚する前に会社を始めたんだよね。でオープンまでの準備をしていったって感じですかね。そう、うん、まあ、会社自体はいつでも建てれるんで、うん、書類だけ出せばねすぐできるんで、まあ、商売がちゃんと始まったのはそのちょっと後なんですけど、結構ねもう付き合ったのも会社やったのもなんか全部急ピッチだった。なんか辞めてからゆっくり準備しようっていう間もやっぱりないし、間空けちゃうと、うん、まあ、お給料とかもそうだけど何もない状態で過ごすっていう時間を作れなかったから、うん、もう本当にすごい短縮して全てが行われたっていう感じ、うんうん、そんな感じです。そんな感じですなれそめさん、はい、話をものすごく短縮すると、うん、もう普通の職場恋愛ですよ。ただただその後2人で会社を辞めて自分たちで始めたっていうのがちょっとあまりないケースなだけで。そうだね、うんうん、でも確かに結構コメントとかでさ、うん、結婚して長いんですかって聞かれることが多かったかも。籍入れてからは今1年半ぐらいですね。新婚、新婚、まあどこまでを新婚っていうのかは3年までだってあ、そうなんだ、じゃあ、はい、じゃあ新婚ですねでもなんかね出会ってからは長いからそんなにねシーンって感じしないよねシーン会社を立ち上げてお店を始めて、まあ、僕はデザインの仕事とかそういう請負いとかをやったりしてたんですけど、まあ、でもお店はお店でやっぱり僕も手伝ってやったりとかいう感じだったんですよね、はい、だからそもそもはハルビンさんは今の L&C みたいなお店をやりたい持ちたいっていうのがあったんですよね、うん、最初に、うん、で僕はまあデザインとか制作の仕事がそもそも好きなんでそういうのをまあ自分一人でやっていたいっていうのが最初にあったんですよ、うん、で、まあ、2人で住むことをきっかけにだったら2人で一つのことをやってもいいかなっていう部分で L&C が始まったんですね。それとは別で、ホームページとかデザインの仕事っていうのはもちろんあるんですけどこの2つを軸にやり始めた感じですね。そう、でもね最初にねこの今の L&C の案を考えてくれたのは太郎さんだった、うん、ライフスタイルを売っていこうっていう。私はなんかそこまで決まってなくってその時にも何を売ってどうするっていうのが、うん、今の状態っていうのは実際本当にその自分たちが商品を使ったりこれ売ってますって見せるんじゃなくてライフスタイルの中にそれを取り込んで使っていてそれが買えるっていうスタイルで見せていく通販をやってみようよっていう声を上げてくれたのは太郎さんだった、うんうん、まあ、まだそこの地点までたどり着いてもないんですけどね。ないけど、うん、そうでもこう今のなんか流れっていうか時代の流れとか見てても、うん、だんだんそうありつつあんのかなって思ってきた。そうですね、うん、動画もそうだし。それでお店をね始めるわけなんですけど、はい、まあ、やっぱりねそんな甘いもんじゃなくて始めてから最初の1年は、まあ、ほぼ赤字ですね、うん、ほぼ赤字そうそうそう、売れてはいるんですけど自分たちの給料が出ない、全然足んないと、うん、っていうのが1年ぐらい続いてイコール赤字なんですけど、そうするとねだんだんお金ってなくなっていくわけじゃないですか。やっぱそういうので精神的にもちょっと余裕がどん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 なくなっていって、ちょうど1年ぐらい経った時ですね、黒字転向してちょっと余裕が出てきたんで、それで YouTube もそっから始まったんですね。そう、うん、やっぱヒット商品が出ると大きいね。そうだね、そうでもやっぱそれはね続かないからね。そう、安定的っていう感じではないんですよ。だからその最初の1年っていうのは、うん、全然 YouTube なんて始めようなんて全く思わなかったね、うんうん、そんな余裕がなかったんで、うん、とにかくお店をなんとかしないとっていうふうに思って、はい、1年がすぐ終わっちゃったんで、うんうん、で YouTube を始めて1年間経った感じですね、はい、今
そうです、うん、だからお店は2年ちょっとやってますね。はい、うん、そんな感じ。そんな感じ早いね、うん、で、おかげさまでね、家もね、引っ越しをすることができる予定でございまして、はい、田舎の方にね、平屋に引っ越します、うん、今後はね、本当に求めてたライフスタイルを打っていくっていうのにさらにね、ちょっと近づいたことができるかなと思ってますんで。最終決戦、はいはい、最終目標は何ですか？最終目標はやっぱりね、アメリカに行きたいっていうのが最終の最終ですね。このまま、まあなんか独立してすごい軌道に乗ったら、うん、ドローンとかカメラとか持って、うん、こう世界中を旅するときに、はいはい、一緒に来てって言われた。あ、だから、あ、これからもずっと一緒にいるんだと思って。だよ同じことですよ。ライフスタイルを打っていきたい。もちろんただ旅するわけじゃなくて、うん、それを仕事にしたいわけですね。自分たちが何か動くことによって必ずそこに商売があって、そういうなんか変な商売じゃないですよ、必ず商売があって、ビジネスとして成り立っている状態、自分たちが食べる分は自分たちのライフスタイルを提案することでビジネスになっていたら一番いいかなっていう、理想的かなっていう感じですね。そうしたら、まあ、どこにいても仕事が成り立つんで、世界中のどこにいても大丈夫っていうね、のが最終的な目標ですね。そう、私もそういう風になりたいって、うん、ずっと太郎さんと出会う前から思ってたから、うん、だからそれが叶えられるのかなと思って、私もこう生きてるうちに見れるものをたくさん見て、うん、出会える人とたくさん出会いたいなと思って、はい、なんであちこち一緒に行きたいなってその時思って、すぐ付き合ったよね。そうですね、うん、まあそういう感じで、そういう感じでした、はい、初めてこの動画を見ていただいた方はそういう新生活が始まりますんで、もうちょっとね、こう自分たちのライフスタイルを提案できる動画とかビジネスとかができるかなと思ってますんで、はい、ぜひチャンネル登録の方していただいて、コメントとかもね、いただけたら嬉しいなと思います。思います。はい、それではね、最近やってるこのトークの動画ですけど、再トークの動画でした。はい、はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。